毎週金曜日15時半間放送中のあやなずミュージックプレイヤー。見てほら、すごい手を加えて作ってきたよ。あ、やばい。すごい今ね、見てるの、ワロップを見れてるんだけども、音声がよし、音声ちっちゃくした。はい、毎週金曜日15時半から放送のあやなずミュージックプレイヤー、ちょっと変わった女の子あやながお届けするちょっと不思議なサブカル音楽番組、あやなずミュージックプレイヤー。毎週おすすめ楽曲を紹介しながらテーマに沿ってフリートーク。毎週金曜日15時半から16時の30分はあやなと一緒に地球を斜め下から見てみませんか。ということで、ちょっとね、みんなに告知したいことがあります。はい、パチパチパチ。はい、あやな念願のあやなずミュージックプレイヤーの集大成として、ワロップ放送局でイベントがなんと決まりました。音楽イベントです。9月29日土曜日、18時から19時45分の、番組名はロップボム18で、タイトルはまだ未定なんですけれども、場所はワロップ放送局この押上スタジオの観覧のできるスタジオでね、やります。押上駅から徒歩2分、スカイツリーから徒歩5分なので、ぜひ観光がてらいらしてください。チケットは前売りなし、当日券のみのお取り扱いでございます。2時間で一律2000円で、ドリンク代は含まないんですけれども、MC あやなのお土産付きということで、ぜひお楽しみにしてください。ただいま決まっております出演アーティストは、高行加藤様、気楽ドアの高行加藤様、なんと出演交渉して、アポ OK もらいました。ありがとうございます。他にも2組、素敵なアーティストにお声掛けさせていただいております。絶対絶対損させないから、皆さん見に来てください。それでは今日も元気で頑張っていきます。あやなずミュージックプレイヤー、よろしくね。